俺はね、畑で作業するときは必ず長袖、長ズボンで帽子かぶって長靴っていう、そういう格好でやります。で、これなんでこういう格好でやるのかっていう話なんだけれどもね、そういう話をしたいなと思います。で、この暑い夏でも長袖とかをやめない理由、一番の理由は熱中症兼疲労対策。なんでかっていうと、お日様に当たるとね、日焼けするじゃないですか、ね、その日焼けをすると疲労たまるのよね、本当は。だから日焼けをなるべくしないように、疲れをためないように長袖にしてます。そして日焼け止めもします。それでお日様対策して疲労をためないようにして、疲労がたまると熱中症になりやすくなるんで、そういう対策のためにやってます。どうしてもね、1日1時間とかしかやらないんであれば、別にそこまで気にしなくてもいいかもしれないけれども、1日3時間、4時間、5時間、もしくは8時間、10時間って外でね、ずっとお日様に当たって作業する我々にとっては、やっぱりこのお日様による疲労の蓄積っていうのはすごく大きくて、これのおかげで俺何回も熱中症になってきたんで、やはり対策はしっかりしなきゃいけないなっていう思って、日焼け止めとかこの長袖長ズボンっていうものをしっかり取り入れてます。で、帽子は必ずね、時によっては麦わら帽子は本当にいいですよ。首の後ろ、ね、首の後ろとかそういうところも防いでくれるんで、やっぱり必要かなと。で、もっと疲労対策、紫外線対策、疲労対策で言うと、目の方も大事なんで、サングラスをしてあげて、ここの対策を忘れる人が結構いるんで、ここをね、目から入る紫外線の疲労っていうのは思った以上に大きくて、この疲労が溜まってでぶっ倒れるんで、長時間作業するっていう場合、やはり長袖長ズボン、そしてサングラス帽子っていうものは必要になってきます。これが第一の理由、自分の体のためにね。で、第二の理由が、結構草が生えてるのね、この後ろとか見ても。で、このカメラの後ろ側にはイネ科の、カヤが生えてます。そういうカヤをね、買って堆肥にしたりとかいう作業もしたり、で、大根取るときとか、大根の葉っぱで結構トゲがあるんだけども、それを半袖でやってると、ここに傷がついて痒くなるのね、すごくね。で、痒くなるだけだったらいいんだけども、それがね、かぶれたりとか、そういうこともあるのね。で、もしくはあと虫をね、刺しに来たりとか、これ1枚で刺せないやつもいるんで、刺せちゃうやつもいるけれども、そういうね、怪我対策、ね、刈り払い機、草刈りをしてる時に飛び石で当たったりとか、ね、傷ついたりとか、怪我をすることを防ぐためにも、やはり長袖っていうのが必要になるなと。このためにやってます。畑でね、包丁で葉っぱを落としたりとかもするんで、その時の刃が当たってもちょっとだったら切れないんで、強く言えば切れるけど、さすがにでもちょっとだったら切れないんで、やっぱそういう怪我防止っていうことも考えて、やはり長袖ってものを着るべきだと俺は思います。で、最後なんだっけ、そう暑さ対策になるのよ、これね。みんな長袖着てると、暑そうだなって、半袖の方がいいよってじゃ言うのよね、結構バイト先とかでも他のとこでも。でも違うのよ、これね、ワークマンで売ってるやつだから機能性もあるんだけども、乾きやすいんです。で、下ね、映りづらいけどジャージ履いてます。これね、乾きやすいってことは、揮発しやすいってことは、気化熱、これがね、十分に働くんで、汗かいて濡れます、当然濡れます。それが足が乾くときに熱を持っててくれるんで、これでまた体が冷えるのね。こういうところ、どういう素材を、乾きやすい素材で長袖でなるべく密着してること、密着しないと汗がつかないんで、中で逆に蒸れてしまうだけなんで、サイズ的に結構ピチッとしたもの、ゆったりしたものではなくて密着したもの、これちょっと緩いけども、もうちょっと密着した方がいいんだけども、そうすると汗が濡れて、その乾く時の気化熱で涼しくなります。逆にね、半袖よりも涼しくなる時あるんで、半袖より涼しいんじゃないかな、お日様当たらないしね。ちょっと屋根があるところに行けば涼しいじゃないですか、お日様があってもね、なんだ、お日様に当たらないだけで涼しくなると。これ屋根みたいなもんだと思って、で、さらに濡れて気化熱 で、そういう素材を選んで、ジャージも同じね、そういう素材を選んで
長袖長ズボンにすることが大事かなと思います。やはり長時間作業する上ではそういう道具準備格好からしてやはり準備をしてやらないと、まあなんつだろうね、作業はできないっていうか自分の命を落としかねないんで、やはり熱中症でね死んだって人、農作業中に死んだって人結構聞くんで、やはりそういうところはねちゃんと対策して、俺もスポーツドリンクとか飲むし、日焼け止めさっき喋ったけどもするし、あとは定期的な休みとかいっぱいします。水分もいっぱい持ってきてます。半日作業でも2リットルぐらいのお茶は持ってきてるんで、あとは塩タブレットとか、全てはそういう自分の体を守るための格好です。この長袖とかも暑そうに見えるかもしれないけど実はこれがね涼しいん でそういうものをやはり機能性のものっていうものを求める場合はワークマン、これやっぱりいいですね。その辺のホームセンター行くとやはり丈夫性がちょっと耐久性がちょっと足りないなって、ワークマンもちょっとねこうほつれてきてるんだけど、まあ、この回は切っちゃえば問題ないんでいいんだけども、ワークマンはちゃんと機能性を考えて機能性重視でやってるんでやはりおすすめです。あちこちのものを使ったけれどもやっぱりワークマンもしくはスポーツウェア、スポーツウェアはちょっと高いんでやはりワークマンは値段的にもお手頃なんでやはりワークマンがおすすめだけども、スポーツウェアもおすすめです。だからその辺を考えて自分が作業するとき、ね、特に夏のときはどういう格好をすればいいかって、俺はやはり長袖長ズボン帽子、これ基本ね、この辺はやはり気をつけてもらいたいなって、熱中症で命を落とさないために、畑では本当に何人も死んでるんで、ビニールハウスの中は60段あるし、田んぼで水張ってるところで草刈りしててそれで死んだって人もこの間聞いたんで、やはりそういうところはねやっぱみんなで気をつけてほしいなって、生きるための農業なんで、農作業農業家庭菜園なんで、死ぬためにやってるわけじゃないんでね、やはり自分の身を守るためにはやっぱりこれね大事だと思うんで、みんな体に気をつけてね、もう少し暑さは続くと思うんで、青森はもうだいぶ一足先に涼しくなっていくけれども、関東から、まあ、福島から南の方はまだまだ暑いと思うんでね、体に気をつけてね、農作業頑張ってほしいなと思います。